インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー。この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。今回は第6回です。早川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、私がオープニングをやらせていただくということで、はい、前回聞いた方はね、分かると思うんですけど、斉藤アレックス浩太さん、サウナの会社をやっている方なんですよね、はい、私サウナめちゃくちゃ好きなんですけど、あ、はい、中川さん、サウナ行かれます？いい質問ですね。いい質問、まあ、いい質問ですね。いい質問ね。はい、結論から言うと行かないです、あんまり。最近はというか、行かないってちょっと語弊あるかな。行くんですけど、やっぱこのコロナ禍でそもそもスーパー銭湯とか行かなくなっちゃったから行ってないっていうのはあるんだけど、ただね、そう、一つあるのが、若い時は結構平気だったんですけど、これまた年取ってくる話ばっかり嫌なんですけど、なんかね、長湯できなくなってきて、暑いのが。あー、じっとしてるのも嫌だったこと？これ暑いじゃん。いわゆる、まあ、サウナって言っても、まあ、いろんなサウナ、そんなめっちゃ暑くないのもあるんで、ミストサウナとか、ある程度そういうものだったら大丈夫です。結構ガチのサウナはあんまり長時間、湯船も、お風呂の湯船も入っていけないみたいな、あるので、あれですけど、まあ、あんまり行かないというか、だからそういう意味ではそう、先週もマナさん言ってましたけど、結構行くっていうのは、どのくらいの頻度でとか、どういうところ、そうです。いわゆるザサウナみたいなところもあるでしょうけど、やっぱり、なんだろう、スーパー銭湯みたいなところ、どういう感じなんだろう。私、家からちょっと15分ぐらい歩いたところに、なんか、これもスーパー銭湯っていうんですかね、結構いい、サウナの場所がありまして、そこに大体週1ぐらいは行ってるかも。マジで？言ってますよ。それ相当好きだね。好きですよ。それは、何、きっかけはどんな感じですか？きっかけは、でも、なんか最近ですか？最近よりもうちょっと前なのかな？サウナブームってあるじゃないですか？ひそかにじわじわと。まあそうですね。なんか茶道とかね、それこそ番組っていうかドラマですか？が出てたりとか。で、私も前、暑いのあんまり得意じゃないし、そもそも温泉もあんまり好きじゃなかったから、全然こう、あんまり興味はなかったんですけど、はい、友達に誘われて一回行ってみようと思って行ったら、ハマりました。それこそほら、その入り方とかあるっていうじゃないですか。例えばだから何分入って水風呂に入るとか、それもできちゃうんですか？それで言うと、最初にこう温泉というか、まあ温かいお湯に入って毛穴を開くんですよね。はいはい、なるほど。はい。で、体をある程度温めてから、まあ流してサウナにゴーするんですよ。まあでそれで大体温度にもよりますけど、8分とか8、9、10分ぐらい入って、水風呂30秒、40秒、1分ぐらい入って、外気浴へゴーを、4セット繰り返しますね、私は。すごい。結構ちゃんとやってますね。がっつりです。それ、いや、僕、いまだに水風呂がですね、ダメでというか、ビビって入れないんですけど、それなんとかなるんですか？でもそれこそここでこれ言うのあれかもしれないけど、だってよく早川さんご自分でド M だっておっしゃるじゃないですか。はいはいはい、はい、だったら自分へのこう負荷というか忍耐だと思ってこうやればいいじゃないですか。いやいや、分かるんですけど、ほら、なんかもう心臓止まっちゃったら終わりだからさ。止まらないですよ。こうやってちょっとずつかけてって入ればいい感じか。そうです。最初手とか足とか末端の部分を冷やしてからだよね。入ります。なんか情報がかなり偏ってるんで、水風呂っていうところはもうなんかいきなり入るみたいなね。まあ慣れてる人は入るじゃん。私無理です。でもそれ危ないよね、やっぱり、ね、危ないです。凍えます。息止まっちゃう。わかりました。なんかすごい勉強になりましたね。そこかいみたいな。ぜひ行ってみてください。はい、あ、そうか。ちょっとね、質問したかったんですけど、サウナって、まあ、元は友達がきっかけってあれだけど、ほら、その続くっていうのは、サウナってエストニアのね、人たちにとってどういうものかみたいな話もしてましたけど、例えばそれが美容にいいとか、何か文字通り整うとか、ちょっとメンタル的な話なのか、まあ、とにかく、あんまり考えずに楽しいから行ってるのか、なんか、マナさんどんな感じですか？それで言うと、私結構ね、日常で考える時間が結構多い人間なので、いろんなことに対して、なんかこう頭がモヤモヤした時とか、なんかこうちょっとすっきりしないなって時にサウナに行って整うことによってすっきりするみたいな。考える時間もありますしね、サウナ中は。
まさに、このね、アレックさん、会社、通り整うってよくわかるってことですね。うん、本当にわかります。だから、あ、そうだよなと思いながら聞いてましたね。はい、ということで、今回は、エストニアの起業家で整う共同創業者、クロス ID、シニアプロジェクトマネージャーのアレックス斉藤浩太さんのインタビュー2回目をお届けしたいと思います。どうぞ。さっきサイトを共有させていただいて見せていただいたサウナ、まあそのフィンランドがやっぱりイメージはありますが、いわゆる整うが扱う要するサウナのオリジナリティというか、いわゆる日本のサウナ、例えばフィンランドのサウナ、そういうくくりがちょっとそもそも適切か分かんないですけど、そこと例えば何か違うんでしょうか、それか何か特に整うとしてすごくこだわってる部分があるのか。そうですね。まあ、いろいろ思い入れっていうようなところはあるんですけれども、まあ、そもそもエストニアのサウナの特徴というところが、まあ、いくつかありまして、はい、うん、エストニアって、その、まあ、日本とも、その、温浴のカルチャーっていうのは近いところはあったりとかするんですけれども、はい、一つ目としては、やっぱりその、デザイン面が、うん、まあ、エストニアは北欧なのかみたいなところって結構議論が分かれていて、うん、まあ、一応国連の定義は北欧だけど、まあ、一般的には、なんだろう、東欧とか、まあ、そういったところにカテゴリーされるようにって話はあるんですけれども、はい、うん、北欧の、まあ、一つとして、やっぱりそのフィンランドに強い影響を受けているっていうところは、ファクトベースでやっぱりあると思っていて、うん、やっぱりそれも、そのソ連時代にやっぱりその西洋の文化の憧れっていうのが非常に強かったっていうふうに、はい、自分の周りの人からも伺っていて、1991年に独立してから一つのモデルケースになったのがフィンランドだと思っていて、はい、一方でやっぱりそのソビエトのカルチャーっていうのもまだまだ残っていたりだとか、うん、あとはもっと古く言うとデンマークであるとか、まあ、ドイツの支配を受けたっていうようなところもあって、はいはい、本当にいろんなそのなんて言うんでしょう、うん、国の支配の影響というか影響を受けている、はい、それがいい意味でそのデザインに昇華されているなっていうふうに思っていて、まあ自分の後ろに映ってる背景とかは西洋のデザインですし、はい、そうですね、最近のビルになると本当にシンプルかつそのガラスとか白いそのトーンを活用しているビルとかも多く見られますし、うん、はい、なんかそういったところを見ているとそのデザイン性っていうのも非常にエストニアって高いなと、うん、ただ単に北欧調ではなくて、ただ単に西欧調でもなくて、はい、ただ単にロシア調でもなくて、いろんな文化が混ざわってデザインっていうのが、はい、出てくると、なんかそういったところってもう直感的に好きで、そういうそのデザイン性の高さっていうのは一つのエストニアの特徴なんだろうなっていうふうに思っていますね。で、別にその外見だけかって言われると、やっぱりサウナって相当長い昔から、はい、もう本当に紀元前からって言われるぐらいですね、うん、エストニアでスモークサウナっていうカルチャーとかもあるんですけれども、はい、そういうやっぱり伝統があるって、日本も結構そのお風呂の、うん、なんて言うでしょう、浴槽とかいろんなものがあると思います。はい、お風呂グッズっていうのもいろんなものあると思うんですけれども、うん、それと同じようにエストニアでもサウナっていろんな選択肢があって、はい、グッズがある。そういった品質の高さっていうのは一つ気になってるなっていうふうに思いますし、うん、あとはやっぱりその物価が日本に比べて、まあ生活費ベースで7割ぐらいなんですね。はい、なのでまあ物価も安いっていうのと、ありがたいですね、単純にその購買コストも、はい、安いのかなっていうふうに思っていますね。なんかだんだんサウナ欲しくなってきたんですけど、やっぱりそのまあ価格は置いといて、はい、これ実際これ見てる方、聞いてる方が、なんか興味持った時に、やっぱりその場所とか、うん、つまりスペース、うんうん、マンションに入れるようなものではもう、そこはもう最初からないっていう感じ。少なくとも現状、どういう整うとして感じなんだろうと思って。まあ、バレルサウナっていうのは基本的に屋外に置くことっていうのを想定しているので。バレルですね。そうだもんな。はい。で、かつ重量も、あれ、ちっちゃいやつだと680キロぐらいあって、そこからサウナストーブとかストーンとか入れると、はいはい、で、かつ人が乗ると1トンぐらいとかになっちゃって、うん、まあ、室内ではなく屋外を想定しています、ね、うん、今結構多いのはやっぱりキャンプ場のお客様であったりだとか、事業用だとキャンプ用であったりだとか、あとはまあ、埼玉の温浴施設さんにも、はい、提供させていただいてるんですけど、露天風呂ですね。若干ちょっと余ってるスペースとかに置かせていただくとか、はいはい、うん、そういった流れというのは増えていますね。うん、ただまあ、うん、やっぱりまあ、難しいのが、もう本当にまだまだこういう新しいタイプのサウナっていうのが、はい、法律で規定されていなくいい部分とかもあって、そこはその、まあ、今もテントサウナとかってすごく流行っていますけれども、はい、なかなか対応に苦慮されているイベント事業者さんみたいなのも多いみたいで、うん、まあ、それと同様にそのバレルサウナっていう新しい屋外型のサウナっていうところが、うん、はい、まあ、若干自治体によって規制とかも違うので、一概にここに置けますみたいなところは言えないんですけれども、一般的にそういう個人宅であればお庭みたいなところですね、はい、で事業用だとキャンプ場であるとか温浴施設さんに置かれることが多いのかなっていうふうに思ってます、うん、ああ、なるほど。これちなみに先ほどね、2021年から、まあ、まあ去年から準備されてたと思うんですけど、新たに
まあ、サービスというか、まあ、これまた一つの事業を立ち上げるときに、タイミングがぴったりというか、やっぱりこのコロナ禍じゃないですか。はい、だから、そうでなくても新しい事業ってやっぱチャレンジングだと思うんですけど、そこでこのコロナ禍っていうのを、まあ、アレックスさんとしてはどう捉えたんでしょうね。実は、ちょうどもう、そのコロナの直前ぐらいにもうローンチする準備してたけど、このコロナでいろいろ苦労があって、ちょっとこう、今になったのかとか、もしくは、やっぱりさっきの話じゃないですけど、逆にそれを追い風と捉えて、心のケアとか、悪く取れば2020年とか2021年何か始めるっていうのは結構チャレンジングだと思うんですけど、なんかその辺、ご自身起業家としてどう考えてたのかなみたいな、なんか率直に。直接的に、まずコロナっていうのを、意思決定の要因にしたっていうことは一切ない。で、ただやっぱり間接的にいろいろ影響あると思っていて、やっぱりその、はい、まあ、なかなか温浴施設に行けないっていう、そういうそのマーケットニーズっていうようなところ、自分のサウナが欲しいなっていうニーズは、やっぱりその2年前とか1年前に比べると、やっぱり上がってきてるというふうには思っていますし、うん、あとは自分自身が、そのエストニアと日本に行く頻度というのが下がったんですね。昔はもう、なんならもう毎月ごとにエストニアと日本行ったり来たりとかできてたんですけど、やっぱりその隔離期間というのができてしまって、そうか、そうですね。その日本にいる期間っていうのが長くなってきたと、そういう時にやっぱり自分のサウナ欲しいなっていう、まあ、本当にエゴから始まったようなきっかけではあるんですけれども、うん、じゃあその自分のサウナ欲しいなって思ったのは、じゃあ何が原因かっていうと、やっぱりコロナ禍っていうようなところはあると思いますし、うん、これだけね、その人間の生活に大きな影響を及ぼしているので、うん、まあ、間接的な影響っていうのはあるとは思うんですけど、やはりそのコロナだから、まあ、こういうその小規模だ、大きいマーケットチャンスがあるから行ってみようみたいなところは特になかったですし、うん、まあ、悲観的な、これでうまくいかなかったらどうしようみたいなのありますけれども、うん、ただ別にスモールスタートで、まずは自分たちのサウナを入れてみようと。うん、お客さんがついたら、そこから、まあ、スタートアップであるとご理解いただきながら入れてみて、で、一緒にその実績を作り上げていこうっていうのが、うん、まあ、ここの立ち上げからの半年間ぐらいの動きだったので、うん、そういう意味では、もちろん今も、次のその動きに向けて、そのサウナ事業の投資っていうのは進めているんですけれども、うん、はい、人生かけた大博打みたいなことは特にしていないので。うん、ああ、ありがとうございます。このトトの3人の、共同事業でというふうにおっしゃってると思うんですけど、はい、海外で事業を起こすときって、まあ僕は経験ないんで勝手なすいませんイメージですけど、誰と一緒にやるかはもちろん大事だと思います。その当然現地で、信頼のおける誰かをこう一緒にパートナーに見つけるのがすごく重要かなっていうのは、まあ海外で結構いろいろやってらっしゃる日本人の方から聞いたことあるんですけど、その事業主、はい、共同事業の他の2人の方は日本の方なんですか？そうです。日本人で。ただ、もちろん現地に、というか、こっちに、エストニアにも、もちろんパートナーはたくさんいらっしゃいますね。一概に言えないでしょうけど、この、整うとして、この、その他のお二人と一緒にやろうと思った時っていうのは、なんか、なんていうんでしょう、もともと別の、はい、例えば事業一緒にやってたとか友人だったとか全然関係なく運命的に知り合ったとか、なんかどんな感じ経緯で今に至ったんでしょうね。そうですね。まあ二人のうち一人は学生時代からまあもともと音楽を通じて知り合った人なんですけれども、はい、学生時代からずっとまあ仲が良くてですね、まあいつか何かしら事業やりたいねっていうところで、まあ、彼はもう3年、4年ぐらい前からも一人で起業していたので、まあそういった彼の背中も見つつ、で、実はエストニアという国を教えてくれたのもその彼で、うん、あ、そういったきっかけもあって、まあ自分はエストニアに住むことになってっていうようなところで、うん、もうオンラインでありながらずっとリモートで連携はしていたんですけれども、まあいよいよこのサウナを、サウナ入れようと思うんだよねと、うん、で、ちょっとツイートしてみたらかなりその注目度が高いから何かやらないかっていう声掛けをしたのが、本当に率直なきっかけになります。で、もう一人は、もともと知り合ったのは本当にまだ1年も経っていなくて、ただその、まあ、もう一人のその共同創業者、木村と、うん、まあ、その3人目が小林っていうんですけども、その小林と木村がもともと2年ぐらい前からですね、授業、まあ、彼ら、まあ、僕ら全員音楽が好きっていうようなところと、僕以外の2人は今も音楽を現役で続けてるっていう共通点なんですけども、その音楽の方で彼らも繋がっていて、で、まあ小林が施工周りの知見があったりだとか、もともと個人で輸入事業みたいなところもやっていたので、はい、そういう知見もあるよねっていうところで、掛け合わせで、うん、じゃあやってみようかっていう話を始めたのが去年の10月、11月ぐらいですかね。あ、はい、もう最近っちゃ最近ですね。めちゃくちゃ最近ですね。まだまだ1年経ってないですね、それで言うと。小林と何かやろうって言い始めてから。
そうなんですね、はい、なんか今まあ、整うのところも伺いましたけど、ちょっとここからさらに戻ってですね、やっぱりこれ見てる方、はい、聞いてる方改めてやっぱアレックスさんめちゃめちゃ落ち着いてて、しかも頭のキレも良くて、まあ、変な質問ですけど、こうやっぱ多分言われますよね、こう若さに似合わず、すごい落ち着いてるとか冷静だとか、やっぱりなんか初対面の人とかないですかね。いや、どうでしょう。まあ僕も全然落ち着いてはないですけど、まあでもこうやって人とお話しするのは好きなんで、はいはい、でかつまあ、正味エストニアのね、お話なんて、うん、もう僕はもう何十回何百回とお話ししてるので、うん、まあ、そういう意味では、慣れさせていただいているというところはありますよね。やっぱりそのバックグラウンドというところで伺っていきたいんですけど、うんうんうん、まあ本当に、まあシンプルな質問で恐縮ですけど、やっぱりその、はい、お名前でね、アレックスさんと入って、お生まれは海外とか、例えば当然ご両親、どちらかが外国の方とか、日本以外の方、どういう感じなんですか？そうですね、母親がですね、日系アメリカ人の家系なんですけれども、はいはい、父自体は日本人で、で、うん、1800年の代の終わりに、まあ、ハワイに移民で移り住んだ家系なんですね。はい。なので、僕自体は実は日本生まれ、日本育ちで海外で住んだことって実はエストニアが最初で。あ、本当ですか？めっちゃ意外です、ね。母親の、はい、母親の家系自体は、アメリカの方にずっと続いていて、うん、祖母か、まあ、母親も、その、なんて言うんでしょう。まあ、もちろん日本人の見た目ですし、はい、日本語もペラペラなんですけれども、まあ、英語も喋れて、なので、母方の家系は英語が結構上手というか、うん、まあ、もちろん英語圏に住んでいたので、うん、で、祖母の代から日本に戻ってきてなのかな。曽祖母かな、うん。はい。の時から戻ってきてっていう家系です。なので、僕は実は、アレックスっていう名前が持ってて、いたんですけれども、はい、それはカルチャー的なもので、まあ旅行行ったら母親が英語喋ってくれるんで、うん、僕は喋る必要はなくて、うん、むしろ英語は不得意だったっていうのがありますね。あ、そうなんですか。僕もプロフィールいろいろ拝見してね、世界一周されてたりとか、いろいろあって、もうなんか、英語とか、まあいろいろ語学も、うんうんうん、まあ今はもちろん大丈夫だと思いますけども、堪能で、もういわゆるそういうバックグラウンドを活かしてみたいな感じのイメージがあったんですけど、今当然こうやって世界に出られてて、まあ言葉もいろいろ喋られてたり、当然企業もですけど、なんて言うんでしょうね。ちょっと質問を分けた方がいいと思うんですけど、まずその、世界っていうものを舞台にするっていうのは、振り返ればやっぱりその、例えばお母様の影響があるとか、あと、お父様も例えば世界中をこう回って、例えば商社の仕事をされてる、ね。いや、どんな感じですか？全然そんなことはないんですけど、まあ僕が興味を持つきっかけになったのは、うん、実は音楽で、あ、やっぱり音楽、まあずっとその、まあ、はい、洋楽が好きだったので、はい、なんか、20歳ぐらいの時かな、一回その本場の音楽を聴いてみたいというふうに思ったんですね。もともとその2年ぐらい前から、知人の影響を受けて、バックパックというか一人旅を国内でするようになって、まあ、一人旅ってめちゃくちゃ楽しいなと思っていて、はい、うん、で、その旅っていう要素と音楽という要素が組み合わさって、じゃあ今度はちょっとニューヨークに行ってみるかっていう、まあ、それも旅と言えるようなものではなくて、本当に、その知人の、知人の知人のところですね、泊めてもらいながらみたいな、もう今考えると本当に温室な、旅だったんですけれども、まあ、アメリカに行って、はい、で当然一人の時間が多いので、英語自分で喋らなければいけないと、母親はいないので、ご飯食べるにしても、自分のその泊めてもらっているところに帰るにしても、何かトラブルがあった時には自分でやらなければいけないという環境になって、はい、で、英語をまあ初めてというか、まあ使わなければいけないシーンになって、はい、あれなんか通じるなっていうなんか変な自信が生まれたんですね。もちろん全然今より英語なんてできなくて、うん、でも、なんて言うんでしょう。まあ単純にエストニア語って多分皆さん、何も知らないと思うんですけど、英語の単語って多分、はいはい、まあ、1から10数えられる時点で10個知ってるわけじゃないですか。うん、だから、100個ぐらいは知ってると思うんですよね。で、そういうこともあって、あ、通じるんだって思ったんですよ。別にもう発音ぐちゃぐちゃでも、なんか文法ぐちゃぐちゃでも、はい、別に完璧である必要はなくて、あ、通じるんだなっていうことが分かって、うん、それで、これ、もしかしたら英語って楽しいのかもしれないっていうふうに思って。うん、で、そこからは結構その日本でも外国人観光客の人と仲良くなって話したりだとか、はいはいはい、まあ英語もちゃんと勉強するようになって、普通に、うん、勉強やらされるっていうよりかは、なんかもっともっと楽しく話せたら楽しいなっていう、より面白いなっていうふうに思って、うん、っていうのが英語を話すようになったきっかけですね。なので20歳の時のアメリカに行った時の経験がきっかけで、根拠のない自信を得たっていうのが割とあるかもしれないです。それ、アメリカ、ニューヨークは、ニューヨークのどの辺に行ったんですか？僕も一回しか行ったことないんで、あんま詳しいかわかんないです。
そうですね、ニューヨークいろいろ回ったんですけれども、その、まあ、ライブハウスですかね、はい、マディソンスクエアとか見に行きましたし、いろんなところとかも行きました、まあ。ブロックリンも行きましたし、はいはいはい。それがきっかけですね。英語を今ね、その勉強、まあ、その多分後からというか、ある程度、はい、普通に喋ってってから、もう一回そこから、はい、学ばれたってありますけど、そういう意味では日本にいながら観光客の方と、まあ、話したりとかもありましたけど、いわゆる、はい、なんて言うんでしょう、座学的なこととか、例えばオンラインの何かを英会話やったとか、なんかどんな感じで、まあ一つこれだとは言えないと思いますけど、どんな感じで身につけられたんでしょう。二つあって、一つは座学なんですけど、高校の時、まあ僕は、幸い私立の学校に行ってたので、大学受験をする必要がなかったんですけど、うん、なんか高校三年生の英語の先生が、まあ異様に厳しい人で、単語のなんかテストが毎週あるみたいなことがあって、はい、その時になんかちょっと難しい単語みたいな時は、ことは、まあ一通り覚えましたと。うん、ただなんか、それも全部を全部使っているか、っていうと、そういうわけではなくて、はい、今もたまにその単語帳とか、実家帰った時に見たりとかはしますけれども、はい、ああ、全然覚えてないやつとかもあるなって思いながらやっているっていうのがいいって。なので座学もやりましたと。あとは、その、アメリカとか行って帰ってくると、やっぱり英語を話す量、総量が足りないなと思っていたので、DMMA 会話ってあるじゃないですか、オンラインで。ああ、僕もやってますよ。はい、はい。あれを、何年ぐらいだろう。結構やってましたね。朝。僕朝弱いんで、朝目覚まし代わりにスカイプの着信を来て、はいはい、まあ30分ぐらい雑談して、はい、みたいなところはやっていましたね。そうか、さすごいですね。そうか。まあじゃあその中で国内にいながらも使ってって、まあそれが今最初20歳でアメリカに行かれて、そこから世界に、まあ英語にっていうのは見えてきたと思うんですけど、そこからいきなり当然このエストに行ったわけじゃないわけですよね。うん、はい。どういう感じでここまで来たんですか？エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や、番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問は月末の YouTube ライブでお答えしていく予定です。初回のライブは1週間後、10月29日金曜日、正午12時からです。たくさんのご質問を募集しております。はい、1週間後ということでね、やっぱちょっとドキドキしてきましたが、まあ、マナさんがね、リードしてくださると信じて、リラックスして臨みたいと思いますけど、いきなり人任せにならないように、僕も整えていきたいと思います。楽しみましょう。さあ、先ほどね、オープニングのところでちょっと聞きたいなと思ったのが、やっぱりそのサウナ入るときにいろいろ結構私普段考えることがあるのでっていうふうにおっしゃってたので、マナさん、なんか、まあもちろんね、その学校でいろんな、忙しかったりとかあると思うんだけど、なんか考えることが結構たくさんあるっていうのが、なんか個人的にはすごくいい意味で引っかかって、どんな感じなんでしょう。まあ、悩み大きい、ね、年頃というのもあるかもしれませんが、そういう考えなのか、普通にいろいろ考えることが多いのか。まあ、もちろんその年頃としては恋愛のことでそれなりに悩むこともありますし、あるけど、でもそれよりはその私が今就職路線というよりはこう独立していきたいなと思ってて、そうするとどう自分の人生を設計しようとか、こうどうやって事業を広げていこうとか、そっち方向に考えていくことが多いですね。すごいですね。その事業なんて俺考えてなかったな、その23歳の時って、まあね、社会人とか大学生だったんですけど、なんか、まあ、これだけで、それこそ、ね、月末のライブで別途聞きたいって、なんか、もう本当に触りの触りでいいんですけど、その事業、いわゆる企業でもいいかもしれないけど、うん、なんかその辺を考え出したのっていつからなんですか？ああ、それで言うと、大学入った時からふわっとは考えてて、うん、なんて言うんだろうな、こう、私って多分こう決められたことを守るのが苦手っていうと、なんかとんでもない人間みたいになるかもしれないんですけど、出社時間決まってたりとか、こうなんていうんだろうな、そういうのがあんまり私は合わないなっていうのをなんとなく感じてて、あと自分の好きなことでこう楽しく人生生きられたらいいなって思う部分もあるので、大学入ってふわっとそこら辺を考え始めましたかね。なるほど。まあそういう意味ではね、なんか今お話があってた今日もというか、この番組という枠の中でちょっと窮屈じゃないか心配になってきて、いやいや、全然、だいぶ自由に話させていただいております。ああ、本当ですか。よかったです。じゃあまあね、その、
枠はありつつもね、あの自由に羽ばたいていただけるよう、ちょっとあの来週以降に精進していきたいと思いますので、私もです。お付き合いいただけたらと思います。お願いします。それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さよなら。